松尾博は、日本の軍人、自衛官、大阪府大阪市生まれ、官立大阪高等工業学校金属、工学科卒業、海軍入隊、諸隊等海軍見張り所長。終戦後は、警察予備隊に入隊し、保安隊、陸上自衛隊を経て、航空自衛隊へ転覇し、アメリカ空軍留学後は、航空集団司令部、第20課学校。 航空爆量艦武装ビブ、第三補給どころに勤務する。一等空砂で体艦、民間企業を経て、社団法人安全保障懇和会事務局長。1993年4月死去。聖五位、訓後東水法省受賞。モロ大島は、インドネシアのハルマヘラ島に隣接する島で、アメリカ軍上陸前には、川島武新中尉が指揮する、陸軍、第二遊撃隊と、 海軍見張り所3カ所が置かれていた。各、見張り所は、第26特別根拠地司令部に直属し、相互間に指揮系統はなかった。海軍見張り所のうち、主幹を長とする見張り所は、ご覧後特設見張り所だけであった。見張り所は、諸台島東北端、ご覧後岬に設置され、伝端2家を有し、松尾省以下約30名で編成されていた。 使用していた電探は1号3型2機で小型ながら当時としては性能優秀とされたものである。1944年9月、アメリカ軍は猛烈な艦砲射撃とともに、西方のゴランゴ湾に上陸を開始した。直ちに電探を破壊し、ゴランゴ湾に通じる弾劾上に全兵力を展開し、司令部との最後通信を行っていると、 艦砲射撃が見張り所付近に集中し始め、司令部から退避命令を受けて山中に撤退した。陸軍部隊を捜索するもなかなか連絡が取れなかったが、後日、偵察と遊撃戦を任ずるという命令を受けた。山中で自給自足しながら遊撃戦を展開した後、捜索隊によって終戦を初めて知る。欧州軍収容所を経て日本に帰国した。 ありがとうございます。